安子への暴言で大炎上のフワちゃんは活動休止、10から20代男女が明かす、SNS でした嫌な経験、リアル報告。8月2日に、安子が、安子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝です。と投稿した X に、フワちゃんが不適切なリポストをしたことで応援上。フワちゃんはその後、投稿を削除して謝罪したが騒動は収まらず。 11日には芸能活動休止を発表した。フワちゃんの投稿内容には、もともとファンだった人たちからも、これはダメがっかりした、と厳しい声が続出した。SNS は上手に使えば便利なコミュニケーションツールだが、人を傷つけてしまうこともある。今回は10から20代の男女100人に SN、SNS 嫌な経験をしたことがあるか、リサーチ。 アンケートサイト、ボイスノート調べ。ないと答えた人が66%と半数以上だったが、あると答えた人も34%いた。そこで、あると答えた人たちに、どんな経験をしたのかも聞いてみた。最も多かったのが、いわれのない誹謗中傷。自分に向けられたものはもちろん、 他者への誹謗中傷にも不快な思いを抱く人は多かった。言葉を選ばない発言に不快な思いをした24歳、男性。オンラインゲームにて悪口を言われました14歳、女性、学生フリーター。名前は伏せても特徴のある書き方で容姿について罵られた28歳、男性、学生フリーター。掲示板に嘘を書き込まれた29歳。 女性、主婦。友人がゲームを配信しようと言ったので了承し、配信したのだが、コメント欄で私の用紙についてのことが書かれており、それにとても傷つきました。25歳、女性、契約社員、派遣社員。心ない言葉に傷ついた28歳、男性、研究、開発。スマホゲームで世界中の人とつながれたり、チャットもできるアプリで消えろやなどと言われた。 その日にアプリを決して思い出さないようにしていた19歳女性学生フリーターバカだなとか言われて傷ついた15歳女性勘違いで自分の悪口を言われていたこと29歳女性主婦 SNS を通じて見知らぬ人から執着されたという人もいたネットストーカーを受けたこと自分のフォロワーにも粘着行為をされた19歳 女性学生フリーターネットストーカーをされ何をされるかわからないから怖かった24歳女性パートアルバイト執着されしつこく絡まれた27歳女性専門職自分とは意見が合わなかったりマウントを取られたり一方的に説教されるなどなどもやもやすることは他にも多かった自分に対する発言ではなく 好きな芸能人に対する発言。何も知らないくせに、その人の一部分だけ歪曲して人格否定をしていたのを見てしまった。19歳、女性。相談の投稿をしたところ、攻撃的な言葉や全否定の言葉を受けた29歳、女性、総務、人事事務。他の友達と遊んだ時は、インスタのストーリーや投稿もしているのに。 私との時だけ投稿してくれなかった22歳女性総務人事事務私は間違ったことを言っていないのに不条理な理由で謝罪を求められた27歳女性パートアルバイト好きなコンテンツの悪口を言ってる人がいた27歳男性パートアルバイト全く知らない人から強い言葉でリプライをもらった28歳女性 自分に嘘をつかないで正直に言うことを言っていたら明らかに自分を隠した複数人の相手から上から目線で説教されたこそこそ悪事に染まる方が偉くなれる世の中なんだなと思った29歳男性自分と意見が違う人の投稿を見てもやもやした気持ちになった16歳女性自分の投稿の画像など全部真似されました28歳女性 自由行。悪意にまみれた投稿やわいせつな投稿を見たときに嫌な気分になった21歳女性学生フリーター。自分の意見を否定する意見が数多く流れた13歳女性学生フリーター。他にも個人情報に関わることを流されてしまったという人もいた。SNS に上げて欲しくない写真を許可なくアップされた17歳女性。 学生フリーター DV 加害者からのストーカー行為のために何度も引っ越しをし、転校した先の学校でやっと落ち着いて過ごせる環境が手に入ったと思っていたが、ある日友人が無断で SNS に一緒に撮った写真を投稿したことで DV 加害者に大まかな居場所が知られてしまい、ダイレクトメッセージでしつこく連絡をされるなどの怖い思いをした18歳女性学生フリーター 勝手に個人情報を流出された28歳女性デザイン関係。いつ自分が被害者になるかもしれず、自分自身も気がつかないうちに加害者になってしまうかもしれない SNS。改めてその使い方について考える必要があるかもしれない。コミカルな真っ白な全身タイツ姿を披露した安子。